はい、皆さんこんにちは、坂木敦でございます。10時25分になろうとしています。はい5月2日でございまして、日曜日です。明日月曜日やなと思ったら、明日からさ、明日3、4、5って休みなんですね。明日なんたら憲法記念日ですか。ほんで4日が緑の日、5日が子供の日ですか。で、やっと6日になってから木曜日、6、7とウィークデーになるんですね。でもまあ皆さんなんかお休みになってるんでしょうかね。29日あたりから。29日からだと7連休で、29日から9日までだと11連休ですか。羨ましい限りですけど。私は休まない。まあ、休んでもな、やることないですね。家で邪魔にされるだけですからね。あ、こっち来て、好きなことしてる方がいいわけでして。さて、5月2日、現代ビジネスでございまして、最近なんかお声がかからない、原稿書いてません、私は。最後3月か4月の最初頃でしたかね。最近お声が上がってないですね。またなんか、お話があればやりますんで。はい。もう最近あれなんですよ。住宅、マンション関係、不動産関係で話題がないんですよね。なんで、どう、なんともね、こうネタが出しにくいという状況になってます。はい、本題考えて、これ聞くので行きます。現代ビジネスでございまして。畑真代さんっていう、最近よくお見かけする、お隣さん関係でですね、よくお見かけするライターさんで、なんかあれですね、同志社大学ご出身ということで、ちょっと親近感が湧くんですけど。ムンジェインの大失敗、点々点、お粗末なワクチン政策でいよいよ国民から見放されている。注射器に異物混入が続出という。最初ちょっとだけ読んで、中後行きますね。すごい長い原稿なんで。4月17日、韓国防疫当局は新型コロナワクチン接種に使われる予定だった、ドゥ・ウォン・メディテック社製の注射器70万個を回収すると発表した。ことの発端は、2月27日に同社製の注射器に異物が混入されているのが見つかったこと。失礼。その後も異物混入の報告が相次ぎ、問題は21件にも上ったため、同社は自主回収に乗り出した。なんかそんなこと言ってましたね。んでね、これね、70万個回収されたんですけど、実はですね、このドゥ・ウォン・メディック社からですね、韓国疾病庁は2750万個。深夜陽光社っていうところから1250万個、計4000万個の注射器を7月末までに受ける契約を結んでいたんですって。で、LTS 注射器って言うんですけど、これはですね、1瓶あたり1、2回多く接種できる。ええやんそれみたいな感じで、これでしきりにですね、軽注射器やーって言ってたんですけど、どうなるんでしょうね。で、ムンジェインさんは早々とファイザー製のをですね、受けてるんですけども、これはですね、新亜陽光社製っていう、まだマシな方だったらしいですね。で、どうすんのっていう世界で、まだ決まってないんですけど、これ面白いなと思ったのは、そもそも韓国政府は新型コロナワクチンの接種を開始する直前まで、国内企業の、そもそも韓国政府は新型コロナワクチンの接種を開始する直前まで、国内企業のプンリムファーマテック社から注射器を購入する予定だった。ムン大統領は2月18日にプンリムファーマテック社を訪問して注射器を視察し、経口液の優秀さを改めて示してくれたと激励した。そのプンリムファーマテック社の注射器は1本あたり約78から97円前後だったが、政府が契約した2社の注射器は1本あたり約9から10円で、大幅なコストダウンとなる。これ78から97円からですね、9から10円に減るんやったら、そんなんね、飛びつきますわね。仮に同じ性能であればね。
でもその78円から97円の方はムン大統領が行ってさすが軽貿易やっつって褒めはったわけですね。でも買わへんかった。そこから買わずに違う安物を買ってしまったということですね。安かろう悪かろうと言われても仕方のない決定があだになったと。まあ異物が混入していたということですね。なんともお粗末な大統領の激励になったのだという、そんなことも書いてあります。もっとも日本政府も同社に約8000万本の購入要請を行っているので、一言ではない。あかんでそんなこうたら嫌やで、そんなんで。異物入ってるの嫌やん、みたいな。で、あとはですね、その、お隣さんの政府がですね、日本のようにワクチン確保の目処が立っていないということで、ちょっとカリカリしてはるというような話ですね。で、それについてちょっと巻き惜しみでみたいなこと言うてはるんですよ。ムン・ジェイン大統領は4月26日の大統領府主席補佐官会議で、ワクチン問題を過度に政治利用化し、ワクチンの受給や接種に対して不安を煽るようなことがないようにしてほしいと言及。まあ、都合が悪くなるとすぐになんか言い訳考えるね。またこんなこと読みます。他国と比較することなく国内状況に合わせた計画を立て、計画通りに遂行していくことが重要である。なかなか言い訳うまいやん、あんた、みたいな。韓国では4月28日時点で累計258万6769名がワクチンの一次接種を受けたが、68名が接種後に死亡し、副反応とみられる事例報告も累計1万5000件弱となっている。へえ、1万5000件となったら、いや、約どうでしょうね。0.6% ぐらいが、1000人受けたら6人ぐらいが副反応が起きていると。一方、日本は4月18日時点で193万回の接種が完了したが、死者は10名。副反応は88件で、韓国の報告者数がいかに多いかが分かる数値だ。これはなんでそんな差が出てるんでしょうね。よう分かりませんけどね。共に、あれでしょ、ファイザーとか、そっちのワクチンで。日本は、今ファイザーしか承認されていないんですよね。韓国はアストラゼネカもやってたような気がしますけどね。専門家で構成された新型コロナ予防接種被害調査班は、これまで死者68名のうち54件の事例を調査したが、そのうち52件はワクチン接種との因果関係が認められないし、ないとし、残り2件は判断を保留している。ほー。まあ、258万回接種してですね、2名が副反応で亡くなったと。仮にそういうことにしても、まあまあ、しゃあないんちゃうのという感じはしますけどね。どれくらい、要は100万回に1人の、100万人に1人の割合で、あれみたいなのが起こるわけでしょう。愛想をつかされたムンジェインファーストって書いてある。いや、この、何やったかな、そのムンジェインさんが盛んに言うてはる、その、韓国ファーストではなく、ムンジェインファーストだということが再び証明されたのだ、ということで、この、記事は締め切ってあるんですけども。まあね、どう言いましょうね。まあ、私ら、その、よく、ウォッチングしてますんでね、ムン・ジェインっていう方がいかにご都合主義でですね、自分の都合のいいように、都合のいいようにしか物事を見れない非現実的なお方というのがですね、よう分かってるんですけども、それがだんだんですね、愉快なお隣さんの国内のですね、岩盤支持層にまで、こう、浸透してきたんちゃうんかなという気がしますね。この前支持率が3割割ったと言いますから。何やったかな、パク・クネさんの時は最後10何パーぐらいになってましたね、支持率が。で、ろうそくデモで倒されましたけど、まあ、まだ3割あるんやったらええやんって。しかも、あと、もう1年ですか、任期が1年になってきましたんで、1年切ってくるのかな、なんで、まあ、
まあ、生温かく見守るしかないと。まあ、特に我々日本人関係ないですからね、基本的に。あ、またやってはるわ、なんか、みたいな。まあ、そういうノリでね、見ていったら面白いんちゃうかな、ということでございます。一応これね、貼ってみますね。はい、後で撮るかもわかりませんけど。はい、皆さんどうもありがとうございました。